皆さん、こんにちは。山口支部に所属する女子レーサーは全員で13名。その中でも期待のルーキーで芸能界にいてもおかしくないレベルの可愛さを誇る野田彩香選手の情報をまとめました。キュートな笑顔と果敢な走りでファンの心に印象を残します。まずは野田彩香選手のプロフィールをご紹介します。名前、野田彩香。生年月日、2003年4月30日。身長、164センチ。体重、49キロ。血液型、O 型。出身地、山口県、支部、山口。登録機、126機。級別、B1 級。野田彩香選手はまだ少女のあどけなさが残っていて、競艇ファンの間では美人レーサーとして注目されています。野田彩香選手は兄の影響で新極真空手の形と組手を同時に始めました。防具をつけての寸止めなしの突き蹴りの戦いに怖さはなく、結果が出ることで夢中になれて楽しかったといいます。空手に夢中だった野田彩香選手ですが、小学校3年の時に両親に連れられて下関でボートレースを見て、私ボートレーサーになると思ったそうです。たまたま野田彩香選手が見た試合は男女混合戦をやっていて、性別に関係なく戦ってる姿がかっこよかったといいます。空手は中学1年生の時に準優勝だった悔しさを中学2年生で晴らして目標は達成したため、次の夢に向かおうと思ったと話しています。しかし野田彩香選手は身長も高く筋力もついていたため、当時の体重は58キロ。養成所に入るためボクシングジムにも通い、炭水化物摂取を減らしたといいます。学校の給食は食べずに家からゆで卵1個だけ持ってしのいだこともあったのだとか。その結果もあり、野田彩香選手は1年かけて10キロも減らすことに成功しました。後に野田彩香選手は、体力的には養成所に入る前の方がきつかった語っています。その後ボートレース養成所の試験を受けることになりますが、空手での功績もあり推薦枠にて一次審査をクリア。応募者の女性153人の中から二次審査もクリアし、合格者8人の1人に選ばれました。その倍率はなんと20倍。一発で合格し126期生として競艇の世界に入りました。野田彩香選手は中学を卒業してすぐにボートレーサー養成所に入所しているため、高校には入学していません。ちなみに中学の出身校は宇部市立黒石中学校でした。養成所に入所してからも苦労はあったそうで、両親から離れて生活するのが初めてだったのですぐにホームシックにかかりました。メンタルがきつかった。でも8人いた同期女子と支え合ってなんとか終了できました。年齢は私より上だけど苦労を共にして仲良くしてくれましたと、精神面で辛かったことを明かしています。野田彩香選手の同期には福山恵里奈選手、吉田彩乃選手、山口真希子選手、中尾紗友香選手などがいます。無事にボートレーサー養成所を卒業し、野田彩香選手の初出走は2020年5月26日ボートレース徳山で開催されたスポーツ日本杯争奪戦第10レースでした。このレースは選手責任の事前欠場により5艇でのレースになりました。野田彩香選手は6号艇5コースの外側、スタートはコンマ09といいスタートを切りますが、他艇は先輩レーサーばかりのデビュー戦、プロの洗礼を受け5着に終わりました。そして迎えた記念すべき初勝利の舞台はボートレース三国、2021年9月3日に開催された G3 オールレディース三国レディースカップの第9レースでした。スタートは枠なりで野田彩香選手は5号艇に構えています。他艇には2号艇に佐々木宏美選手、4号艇に倉持リリ選手、6号艇に西橋奈美選手といった A 級経験のある選手ばかり。尋常じゃないプレッシャーがあったはずですが、野田彩香選手はコンマ08の好スタートから差しを決め、最内をキープします。2マークでは落ち着いたターンを見せ、2艇審査の単独トップに躍り出ました。その後も安定したターンで
1着をキープしたまま初勝利を飾りました。3連単の配当は96,460円と特大満州。その上、野田彩香選手の尊敬する同じ山口支部の先輩である佐々木宏美選手がいたので、ドキドキしていたそうです。猛者ばかりの番組表とグレードレースという条件の中で初勝利したことは忘れられない水神祭になったことでしょう。デビューから155戦目ということもあり、まさに悲願の勝利です。野田彩香選手は後に、デビューしてからレースの失敗も多かったし、思うようにいかないことばかりだけど、9月にようやく勝てました。勝てばやっぱり嬉しいですね、と話しています。同支部の先輩後輩でワンツーを飾り、佐々木宏美選手も自分のことのように、嬉しかったそうです。2022年1月24日のボートレース江戸川の、ヴィーナスシリーズイエス、高須クリニック杯では、江戸川初出場でありながら1日目3着と連に絡み、2日目には2着、1着と好成績を残しました。1着を取ったレースでは、なんとあの田口節子選手を破っての1着。まだ成績に山はありますが、着実に力をつけていることが分かります。野田彩香選手の師匠は同じ山口支部の向井美鈴選手です。競艇では先輩のボートレーサーを見つけて師弟関係を結ぶのが一般的。向井美鈴選手の級別は A2 級で、上から2番目の G1 レースに160回も出走し 5.98 の勝率を誇る超一流のレーサーです。また野田彩香選手が2021年に獲得した賞金は約600万円となっています。同い年の OL さんよりはるかに稼いでいますが、競艇選手の枠から見れば少ない方です。例えば2021年の獲得賞金ランキングの1位は約6,430万円、1位と比べると桁が1つ違い10分の1ほどです。とはいえまだお若いので、まだまだこれから伸びて、近いうちに賞金女王争いに食い込むことでしょう。ここからはモデル級の可愛さを誇る野田彩香選手のプライベートについてご紹介していきます。野田彩香選手の趣味はショッピングと旅行だそうです。ボートレーサーとして厳しい勝負の世界にいますが、普段はファッションが好きな女の子。デビュー当時はコロナの自粛のせいで練習とレース以外ほぼ外出しなかったそうです。自粛が薄れてきた最近では友達と一緒に旅行に行ったり、車の免許を取得したりと充実したプライベートを送っています。また尊敬している佐々木宏美選手の影響でメイクに興味を持ち、コスメ集めも好きらしいです。野田彩香選手は現在独身で彼氏もいないそうです。ボートレーサーとしてデビューして間もないので、恋愛より仕事優先なのでしょうか。好きな男性のタイプは包容力があってリードしてくれる人だそうです。身長のある野田彩香選手にとっては背の高い爽やかな雰囲気の人がお似合いかもしれません。2021年の日刊スポーツのインタビュー記事では、彼氏募集中と公言。美人なのでたくさんの候補者が名乗りを上げそうですが、ファンとしては温かく見守っていくのみです。また野田彩香選手はインスタグラムとツイッターをやっています。2022年時点で投稿が29件でフォロワー数が 1.4 万人と人気ぶりがうかがえます。投稿の内容はプライベートの写真からレース姿まで様々。美人レーサーとファンの間では言われていますが、水上で走る姿はかっこいいの一言。また車の免許を取得した時の写真は本当に可愛らしく、ファンの方にはぜひ見てほしいものです。2020年4月からツイッターを始めて、2022年時点でフォロワー数が8500人以上。インスタグラム同様、ツイッターでも投稿数は多くありません。それでもレース結果の報告やファンに対しての感謝をつぶやいており、野田彩香選手の人柄がわかる内容となっています。いかがでしたか。今回は野田彩香選手の活躍やプライベートについてご紹介しました。野田彩香選手は努力を怠らず練習をしっかりする選手です。師匠にも恵まれているので、今後ますます活躍する選手になること間違いなしです。ボートレースの魅力について野田彩香選手は、
ライブでないと味わえないスピードと音の迫力ですね。ぜひ現場に足を運んでみてほしいです、と話していましたので、ファンの方にはぜひ会場まで足を運んで、野田彩香選手を応援してほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。